私と純一の関係を一言で表すのなら悪友同志戦友 <laughs> 戦友って一体誰と戦っているのかって話よねそれとも相方あこの相方っていうのは漫才コンビとかの意味でね彼氏って意味じゃないのまあとにかくそんな感じの付き合いで純一とは中学の頃からずっとつるんで遊んできたわけだけど 何て言うのか彼氏とかそんな関係想像したこともなかったわ今まで異性として全く意識してなかったのかって聞かれれば全く意識してませんでしたって胸を張って答えられるもちろんいいやつだとは思ってたけどねそんな関係だったはずなのにそれなのに私いつからだろうあいつに 特別ななな気持持ちちを持つようになっちゃうにっゃんて前に誰かが言ってたっけまるでスイッチがパチッと入るみたいに人を好きになる瞬間があるってもしかして私の心のスイッチいつの間にか入っちゃったでその相手が立花一っていうのはどうなのよ違う違うわ私のスイッチはそんなに簡単に入ったりしないんだからってそれじゃあなんだか鈍い子みたいだけど。 でもそうこれは、ちょっとした心のアクシデント交通事故みたいなもんなのよ断じて、断じて恋なんかじゃないんだから <laughs> 今までも、この先も、ずっと二人の関係は変わらないと思ってたのに。まさか、あいつに私のファ、ファースト、ファーストキス ななななんで,ななななんで私の大事なファーストキスの相手がよりにもよって1一なのよありえないでもあのキス確かに不可抗力だったわけだけど相手が1一だったってこと本当は嫌じゃなかったただなんだか恥ずかしくて。 だって今まで私たちそんなんじゃなかったでしょでもね、ようやく自分の気持ちを確かめることができたの。私は純一のことが好き。どうして好きなのかは説明しにくかったりするんだけど。でも純一のことが好きなのずっと私のそばにいてほしいお母さんに好きな人がいることを知った時、 突然だったから、私、そのことを受け入れられなかった。その人と結婚したいって言われて、私、動揺しちゃって。でも、人が人を好きになることを、周りがとやかく言ったりできないよね。お母さんだって、その人とずっと一緒にいたいって思ってるんだと思う。その気持ち、今の私ならわかる。 純一を好きになったことで、人を好きになるってどういうことなのか、ちょっとは分かったつもり。だからかな。そのおかげで、お母さんのことも受け入れられたんだと思う。今度、お母さんの好きな人に会うことになってるの。私の、新しいお父さんになるかもしれない人。でね、私もその時、二人に紹介したいの。 純一のこと。だって、私の、私の、大切な人だから。<laughs> きっと、どうして僕が会わなきゃならないんだよ。なんて言うだろうな。二人に会っても、こちこちに緊張しちゃってさ。でも、そんなになっても、私のそばにいてくれるよね。天気ね、純一